友達のわわわ。藤井香織作、影武者修行。時は戦乱の世。これはとある城の姫君が戦に出るまでの物語である。わらわに瓜二つの娘とはお前のことだな。名を何と申す？はい、千代と申します。千代、表を上げい。はい。なんと、ここまで似ておるとは。千代、今日からお前はわらわの影じゃ。共に行動しろ。あの、姫様、私は下働きの女にございます。姫様の影と言われましても何の心得もございません。ならば今日から剣術を学べ。そして馬を乗りこなすのだ。そのようなこと私には務まりません。いいか千代、剣も馬も学べば済むことじゃ。だがここまで同じ見栄えの者はお前しかおらんのだ。しかし、姫様の影がなぜ剣や馬を学ぶ必要がありましょうか。父上と兄上が天に召された今、この城を守れるのはわらわだけ。あっさり切り捨てられることがあってはならん。はあ。そこで千代、お前にはわらわの影武者修行をしてもらうのだ。影武者？共に戦に出て、時にわらわの身代わりになってもらう。そんな困ります。私には年老いた父と幼い兄弟がおります。心配するな。今よりうんと良い暮らしができるよう取り計らう。お言葉ですが姫様、私の命は私のものでございます。断るというのか。はい。千代、秘密を知ったお前をわらわが生きて返すと思うのか。そんな。生きていたければ剣術を学べ。強くなれば切られはせん。そんな殺生な。こうして千代は影武者修行を始めることになったのである。こら千代、もっと死ぬ気でかかってこい。私はいつでも死ぬ気でかかっております。姫様が強すぎるでございます。千代、もうわらわを姫だと思うな。わらわとすべての格を合わせろ。剣術だけでなく品格も気ぐらいもすべてだ。格を合わせる。お前はわらわの影、同じ人間になるのだ。自分に遠慮する奴がどこにいる。同じ人間と言われましても。さっさと格を合わせるのだ。さもなくばお前は切り捨てるぞ。なぜ姫様に似ているだけでこのようなことになるのですか。ひっそりと暮らしていたのに。なぜ。わらわもなぜ女だてらに戦に出る定めなのかわからん。だがこうするしか城も家来たちも守れないのだ。
すまない、千代。申し訳ございません。姫様の心中お察しいたします。私も定めに従い精進いたします。千代、馬の扱いにも慣れたようだな。そなたと同じ乗り方をしておるはずじゃ。姫。喋り方まで似てきたな、千代。泣いていたお前とは別人のようだ。もうそなたに負けることはない。千代、最後の手合わせじゃ。姫、手加減はせんぞ。わらわを切れるものなら切ってみよう。姫、付き合い。そうはさせるか。いやあ。なんじゃ千代、刀が折れて袖が切れておる。姫も同じざまではないか。千代、見事だ。姫とは格が合いましたか。ああ、合格じゃ。とある城では姫君が当主となり戦を勝ち抜いた。これを支えたのは千代という影武者である。だが、しかし。姫、大変じゃ。どうした千代。我らとそっくりな娘が隣国におるのじゃ。おお、世の中には同じ顔の者が三人おるというが、三人目がおったか。どうするのじゃ、姫。千代、連れて参れ。その娘も、わらわに格を合わせるのだ。姫、今度はこの千代が、影武者修行の手ほどきをいたそう。うん、頼んだぞ、千代。必ずや合格させてみせましょう。これが合格という言葉の始まり。という説もあったりなかったり。この二人のお話はまたいつか。藤井香織さん、そして、ドラマを手伝ってくださいました二人の女優さん、福森香織さんと瀬戸麻耶さんにまたお越しいただいてます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。前回に引き続いてね、前回の波間の記憶、そして今回の、まあ、影武者について、ちょっとお話を伺いたいんですけれど、はい。波間の方は皆さんやってどうでした？もう読みながら毎回泣いてましたね。すごく素敵な作品で、なんか全部の役を読んでもどれもすごく素敵な役どころで。そうですね。で、私も、最初、母役なのかなと思ったり、娘役なのかなと思って、どっちの立場になっ
でも、読んでも、どっちの立場でも泣けるみたいな感じでした。波間の時最後号泣されてましたよね。ちょっとボタボタ、落ちました。それともう全然こう雰囲気が変わった影武者なんですけど、はい、あれはどんなんで、思いでああいう発想なさったんですか？もうあれはただのダジャレを思いついて、ちょうどなんかこう、考えてた時、まあ今合格シーズン、受験シーズンとかじゃないですか。で、合格って、なんかどういう言葉の成り立ちなんだろうって、調べればわかるのかもしれないんですけど、調べないで勝手に発想して、まあ、でもなんか品格を合わせるとか、そういうことなのかなって考えてるうちに、これ時代劇にしたらどうだろうみたいな、ちょっといい加減に、発想して。で、なんかやっぱり波間の記憶とか割とこう、なんかずっしりしっとりみたいなものがあるので、うん、ちょっとふざけたものも書きたいなと思って発想したのが、これです。なんか楽しかったですね。楽しいです。なんか漫画みたいで。あみつ姫みたいな感じ。なかなかわらわとか言わないよね。そうです。はい。書いててもやっぱりわらわとか、うん、なんかそういう時代劇言葉ってないので、うん、なんかちょっと乗っちゃって、うん、時は戦乱の世とかすごい、うんマリさんがいい声で読んでくださったんですけど、またナレーションまで乗るんですよね。ちょっと楽しくなってきますね。はい、なんかね、本当言葉ってすごくこうリズムがあったりとか、方言もそうですけど、はい、こういうのってなんかこう世界がバッて広がるから、書いてらっしゃるね、脚本家としてそういう作品いっぱい書いてもらいたいなーなんて。ね、そういうものをまたやれたら楽しいなーなんて思っちゃいましたね。ありがとうございます。今ね、現在、ラジオドラマとか準備なさってんですか？そうですね。またちょっと放送に向けてラジオドラマを制作してますので、また時期が来たら皆さんにお知らせできたらなと思ってます。嬉しいですね。はい、Facebook やってらっしゃるから、皆さんも繋がろうとすれば。はい、はい、そうですね。今回の、それとまた、もう一作品やらせていただくんですけど、はい、クロッカスの伝言という作品なんですけど、はい、これはお花屋さん取材してなんか思いついたっておっしゃってましたね。そうですね。ちょっとまあお花屋さんを取材する機会がありまして、でまあこういろいろとその市場を見せていただいたり、こういうふうに配達してるんだよとか、そのお店独自の工夫とか、いろんなお話を聞く中で、あと花言葉とかも教えていただいたんですね。なので、なんかまあちょっとそういうものを使って、で、なんかこう、お花屋さんのお話書けないかなと思って、ちょっと短編で発想したのがこの作品ですね。ラジオドラマもあるし、はい、テレビドラマもあるし、映画もあるし、中で一番書いてて、こう、なんか、いいなとか思うのありません？そうですね。まあ、それぞれ本当になんかこう、媒体の書き方がちょっとやっぱ違って、で、なんかこう、どれもすごい魅力があるんですよ。テレビはやっぱりもうメディアの王様みたいな感じで届く人との割合が違いますし、映画は映画でやっぱりこう作品としてこうなんかこう完成されて DVD になったりとかするっていうのを考えると、まあ、どちらもいいんですけど、まあ、やっぱり今割とラジオドラマをメインに書いてますので、なんかすごくこうラジオドラマは魅力的だなって今勉強しながら思ってます。昔はね、はい、映像とかテレビはあんまりなかったもんで、私もこんなこと言うと年がバレちゃうかもしれません。徳川無生さんとか知らないでしょ、皆さん。お名前はよく。そういう方が出てる時代のね、ものとか、それからなんかね、朗読のそういうドラマ、ラジオドラマ盛んだったんですよ。はい、で、聞いちゃって、なんかすごくイメージがこう伝わるじゃないですか。そうですね。なんかね、何の話だったのかな。スリラーもんだったんですけど、目を開けて寝る人の話だと。なんかそれがずっと残ってて、目を開けながら寝てるんですよ。でも目玉が動くんですって。ああ、気持ち悪い。なんかね、そのイメージがね。すごいイメージが、波間もそうでしたけど、貝殻からのその音とか、それからまあこの戦闘場面もまあ音なんかでこうピッピッピッってこう組み立てられるんですけれど、しかも自転車の音、それでも広がりますもんね。そうですね。やっぱりなんか音も私勉強してていろんな技術さんとかにお話を聞いてると、なんか音のカット割りっていうのも存在するらしいんですよ。すごくその話が興味深くて、なんか音の距離感でこう想像できるように、マイクの種類変えられたり、まあエコーかけたりいろいろそういうことをしたりとかっていうことがあるみたいなんですね。なんかそれを聞いてなんかますますなんかちょっとこうラジオドラマいろいろ研究して書いてみようかななんて思ってます。期待してます。これはね私の付け足しの、はい、要求なんですけど、クロッカスなんか、はい、お花のだったじゃない。はい、だから匂いをねなんかこうイメージするものが来るからね。
なんかお花って、あればいいな。でも、普通のテレビじゃないから余計ね、なんかこう、記憶って、蘇ってくるじゃないですか、ドラマって。だから、こう匂いかなんかもクロッカスの匂い、いいよね。いいですよね。本当なんかラジオドラマとその匂いっていうのも、なんか相性がいいらしくて、うん、割とこう匂いをテーマにしたラジオドラマなんかも作られてるようなので、なんか私もそういうのチャレンジしたいなと思います。ぜひぜひ、活躍をね、期待してます。はい、人間の、その生活に根差した強いそういう生命力のあるものを書きたいっておっしゃってるし、はい、どんどん活躍していく方だと思うので、楽しみにしております。匂いのことをお話していただいたんですけど、その中で出てきた、クロッカスの伝言というラジオドラマをまた皆さんに聞いていただこうと思います。では、お聞きください。藤井香織作クロッカスの伝言。こんにちは、フラワーメッセンジャーです。奥様に花束をお届けに上がりました。福本さん、いつもありがとう。うわー、綺麗なバラね。佐伯さん、結婚記念日おめでとうございます。これ、ご主人からのメッセージです。また一年仲良く暮らそうね。面と向かっては絶対言わない人なのよ。照れますもんね。でも、その言葉を花と一緒に届けるのが私の仕事ですから。そうね。じゃあ、私も主人に伝えてくれる？大好きよって。はい。奥さんのお気持ち、必ずご主人にお伝えします。お花を受け取った相手から送り主に伝言をもらって帰る。お礼、喜び、告白のお返事、なんていうのもある。我ながら素敵な仕事をしていると思っている。こんにちは、フラワーメッセンジャーです。杉原真美さんから高見沢かなさんへお花をお届けに参りました。すみません。何？誰？フラワーメッセンジャーの福本と申します。高見沢かなさんですよね。お花をお届けに。は？誰が送ってきたって？杉原真美さんです。いらない。真美からお花をもらう理由なんてない。え、でも待ってください。福本さんだっけ？あなた、お客がいらないって言ってんだから持って帰ってよ。じゃあ杉原さんのメッセージだけでも。メッセージ？真美から私に何のメッセージがあんのよ。あのですねカナへ連絡が取れなくて心配してます。卒業リサイタルはまた一緒に演奏してください。お願い、マミより。だそうです。ふーん、その花かわいい。なんて名前？クロッカスです。かわいいですよね、黄色いクロッカス。マミは卑怯ね。え、卑怯？可愛いお花でごまかすなんて卑怯。そんな、ごまかすなんて。杉原さんは真剣に、本当に真剣にお花を選んでらっしゃいました。親友に送るんだって。むかつく。哀れんでるのよ、私を。何かご事情でも？一緒にバイオリンをやってきたの。音大を卒業したら同じ交響楽団に入ろうって4年間、二人で必死に、それはそれは必死に頑張ってきた。私も、マミも。はい。でも、交響楽団に入れたのはマミだけ。私は入れなかった。でも、それって杉原さんは。そう、何も悪くない。でも、私はあの子が大嫌い。
マミのことなんて思い出したくもない。だから、そんな花もメッセージもいらない。さっさと持って帰って。困ります。受け取ってください。料金の問題なら私が払うから。そういうことじゃなくて、杉原さんはこうしてメッセージを送ってるじゃないですか。また一緒に演奏したいって。その気持ちは分かってください。お願いします。分かってるよ。本当嫌いなのはマミじゃなくて、今の自分なんだ。高見沢さん。マミを避けることでしか気持ちが整理できないんだ。何だったんだろう。私たちの一緒に頑張った4年間は。って。だからごめん。それは福本さんが持って帰って。面と向かって言いにくい言葉をお花と一緒に届ける。素敵な仕事だけど、でも私はただ運んできただけなんだ。こちらこそ、すみませんでした。ねえ。マミのこと大嫌いって言ったのは伝えないでね。はい、もちろん。じゃあね。あの最後に一つだけいいですか？何？この杉原さんが選んだ黄色いクロッカスなんですけど。うん。クロッカスの花言葉は青春の喜びなんです。青春の喜び。きっと杉原さんのもう一つのメッセージだと思うんです。高見沢さんと二人で頑張った4年間は喜びだったって。高見沢さんは黙り込んだ。私また余計なことを言ったのかもしれない。高見沢さん、すいません。どうしよう。私、ごめんなさい。そっか。青春の喜び。マミって、そういう気の利いたことするのよ。もう、ムカつく。高見沢さんは、涙を拭って、クロッカスの花束を抱いた。そっと、とても大事なものを抱くように。マミに伝えて。二度とない時間を一緒に過ごしてくれてありがとうって。私もまたマミと一緒に演奏したいな。はい、高見沢さんのお気持ちは杉原さんにお伝えします。一番が吹く頃、高見沢さんから卒業リサイタルの案内が届いた。青春の喜びはまだ続いています。そう書き添えられていた。こんにちは、フラワーメッセンジャーです。配役福本咲、フラワーメッセンジャー酒井真理、高見沢香菜、音大生瀬戸麻也、佐伯美恵主婦、福森香織。以上でお送りいたしました。ありがとうございました。本日は藤井香織さんの3作品を私と一緒にやってくださった2人の女優さんにもお話を伺いましょう。
福森香織です。小劇場の客演やテレビ、吹き替えや CM ナレーションなどの声の仕事もしています。今回初めて酒井さんと共演させていただきましたこと、また3本それぞれのテイストの違った楽しい作品に出会いましたこと、そして作品をご提供いただきました脚本家の藤井香織さんに出会いましたこと、私にとってとても興味が膨らむ有意義なひとときでした。お誘いいただきました酒井さんに感謝申し上げます。瀬戸麻耶です。私はマリさんと同じ事務所に所属しています。映像や声優のお仕事をもっとたくさんしていきたいと思っています。そして今回参加させていただくにあたって、私はお声をかけていただいたことがもうものすごく嬉しくて、やる気満々でやらせていただきました。そして3つの素敵な作品に出会いました。藤井香織さんの作品は特に世界が飛び抜けているわけではなく、もう日常にある物語なので身近に感じることができるので、どの登場人物にも感情移入ができるものだったので、どの役もすごく素敵だなと思いながら、今回は3つの役、4つかな、やらせていただきました。すごく貴重な時間をいただけて、この時間を今後にも生かしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。番組中のご案内は現在のものではありません。ご了承ください。マリと友達のわわわ。